まあそうですね、ちょっと、ね、気持ち悪くてあれなんですけど、気持ち悪くて可愛いっていう雰囲気なので、はい。ゲームさんたい。そうですね、モンスターハンターってハンティングアクションというジャンルで作らせていただいてて、まあ、一つはですね、モンスターハンターってすごくやっぱり、コンスタントにゲームを出せたことっていうのはすごく重要で大きかったなと思っています。それもちろんゲーム開発なので、コンスタントにゲームを出すってすごく大変なことなんですけど、チームのメンバーみんながやっぱり僕たちのタイトルを忘れられたくない、ずっと自分たちのゲームを、意識したままで、ゲームをプレイしてほしいという気持ちがあって、まあ、チームのメンバーの本当に頑張りもあって、まあ、こういう、コンスタントにゲームがまず一つ出せています。これは一つモンスターハンターのフランチャイズにとって大きなことです。で、あとその中で、まあ、もう正直、他のゲームを意識しているかというよりも、常にモンスターハンターとしてどういう進化をしないといけないのか、モンスターハンターとしての最新作として、前作よりどんだけ進化したい、しないといけないのか、何をしないといけないのかっていうのを考えて、ゲームを作っていますので、どちらかというと、まあ、自分たちのタイトルがどうなるべきか、どうするべきかっていうのを考えていつも作っています。まあ、その中でいくつかってあげるとすると、やっぱり、まあ、ちょっとタイトル的にもポイントになっているところで言うと、まあ、例えば、モンスターハンター、セカンド G、フリーダムかな、こっちやったら。はい。だったりとかですると、制作期間が本当に短くって、これもやっぱり、皆さんにいいタイミングで提供したいっていうところがあって、目指すタイミングで発売するための開発というところで、大体もう制作自体でも約10ヶ月ぐらいだったと思うんで、1年も制作できなかったぐらいだったんですけど、もうそれもやっぱりみんなの頑張りで出せたっていうこともありましたけど、これはだいぶ、まあ、困難というか、すごい大変でした。はい。あとは、まあ、ね、直近で言えば、モンスターハンターワールドというタイトルに関しては、まあ、久々の据え置き機で、スペックも、ハイスペックのでの制作というところで、しかも、ワールドからグローバルで同時に、発売ということも実現させていただいて、よりそのグローバル、っていうところを意識、させてもらえたタイトルだと思っています。使っちゃってたんですかっていう。はい。ですね、確かに復活モンスターを選ぶのってすごいやっぱり難しいです。人気のモンスターがもう本当にたくさんいるので、もちろんね、全部入れれるのがいいんですけど、さすがにちょっとそれをやるともう本当に開発何十年いただきますみたいな話になっちゃうんで、ちょっとやっぱりチョイスはしていさせていただくんですけど、もちろん、まあ、人気があるモンスターっていうのも選定の基準の一つになるんですけど、もう一つが、今回そのタイミングでのそのタイトルのコンセプトゲーム性に合ってるかどうか、ここもすごく重要なポイントになっています。あともう一つがですね、属性としての幅っていうのもやっぱり作らないといけないので、そこの幅も考えながら、モンスターをチョイスしていきます。人気モンスターばっかり入れてもみんな非属性とかってやっぱゲームにならなかったりするので、そこら辺はやっぱり、まあ、正直モンスターハンターの中のモンスターでも属性の偏りっていうのは結構今ある状態なのは確かなんですけども、ただゲームとしては属性のバランスはやっぱ取らないといけないので、そういった中で、まあ、モンスターがチョイスされてくるっていうこともあります。まあ、ジュラテンスの、だから、そういった理由もあります。はい。ですね、メインモンスターを決めるときには、これもすごく、そのタイトルでコンセプトがあったりとかするんですけど、そのコンセプトをしっかり表現できるようなメインモンスターっていうところを、テーマにします。そしてですね、メインモンスターっていうのは、必ず誰が見てもかっこいい、メインモンスターだと思ってもらえるようなデザインである必要がありますので、そこも考慮して、デザインは考えていきます。なので、まあ、その、まあね、そのタイトルのコンセプトっていうのは当然ゲームシステムの時もそうですし、世界観であったりとかの表現であったりとかストーリーとかに関わってくるっていうところによっても、やっぱりデザインとか考えていったり、デザインとか特性とか考えていったりします。 そうですね、まあ
やっぱりモンスターハンターシリーズもすごくやっぱりその、急にここまで来れたわけじゃなくって、やっぱりここまですごく、20年、来年20周年になりますけど、多くのスタッフが多くのタイトルに関わって作ってきてくれて、で多くの人たちらにプレイしていただいて、でその多くの人たちらがすごくまたこのゲームを広げてもらってっていうところで、やっぱりここまで来れたっていう実感がありますので、それで今で言うと、やっぱり今までの積み重ねの部分っていうのもすごく大きかったと思いますし、自分たちらがやっぱりモンスターハンターずっと向き合っていくっていうことをしてきたところと、それにプレイヤーの人たちらも付き合っていただいたというか、協力していただいたっていうところが、すごく僕は、このシリーズの結果だなと思ってますんで、それで言うと何でしょうね、気持ちで言うとなんかやっぱり、今までプレイヤーに支えられてここから来たので、ここからも同じくプレイヤーの人たちと一緒にモンスターハンターをもっと広げていくことを考えてるっていうことです。はい。これちょっとウォータープルというよりも、モンスターハンターが心がけてることっていうところをお話しさせていただきたいと思うんですけど、モンスターハンターって、マルチでゲームでプレイヤーの人にフラットにプレイしていただきたいっていう気持ちがあります。なので、モンスターハンターって、ゲーム上での、活躍度っていうのが、プレイヤーのフィードバックとして返ってこないというか、プレイヤーと何も得することは基本ないようになっています。これがですね、やっぱり、ギスギスしないというか、競い合うような、形にならないようなゲーム性っていうのは、やっぱマルチゲームっていうのは、目指したいと考えておりますので、まずプレイヤーが、フラットな環境っていうのは一つキーにしてます。なので、クエストクリアした時の、報酬に関しても、基本的に、うまい下手というか活躍とか関係なく、フラットで、報酬の、が、得られたりとか、ただここは報酬ですけど、やっぱり確率のものでもありますので、逆に言ったら初心者の人でもいいアイテムが出る可能性があったりとか、そこら辺はやっぱりフラットな環境で楽しんでいただきたいっていう、表れのシステムで、僕がでもよく言わせてもらってるのはフルフルですけどね。そうですね、ちょっと、ね、気持ち悪くてあれなんですけど、気持ち悪くて可愛いっていう雰囲気なので、はい、そうですね、20周年企画でまだ発表できてないこともいっぱい、もちろんありますので、そちらの方も期待していただきたいなとは思ってますね。